フニーナザルツマンはイスラエルのピアニスト並びに音楽教師、テルアビブ出身。幼くしてピアノへの適性を示し、8歳で最初のリサイタルを開いた。1932年にフランスの名ピアニスト、アルフレッド・コルトーに演奏を聴いてもらい、その招きを受けてパリに赴き、コルトーに入門。パリ音楽院ではマグダタリア・フェーロに指示して、 1936年に14歳でピアノ科で受賞した。ブローニスワフ・フーベルマンを介して、イスラエルフィルハーモニー管弦楽団と生涯にわたる関係を結んだが、その創設者が他ならぬフーベルマンだった。1963年にイスラエル人ピアニストとして、初めてソ連邦より招聘されて演奏を行った。 1994年には同じく初めて中華人民共和国から初めて招聘されたイスラエル人ピアニストとなった。ソリストとしての活動に加えてイスラエルピアノ始終相談の一員でもあった。テルアビブ大学ピアノ学部の主任教授であり、またアルトゥール・ルービンシュタインやウラジミール・ホロビッツと並んで数々のピアノコンクールで審査員を務めた。 教師としても数々の人材を要しており、日本人ピアニストでは高橋望が支持している。また1998年3月には浜松国際ピアノアカデミーの昌平教授を務めた。2006年、イスラエル政府からイスラエル賞が授与された。ありがとうございます。